10月5日木曜日、全国のお天気をお伝えします。低気圧や前線の通過に伴い、北日本から北陸にかけては局地的に激しい雨の降る恐れがあります。だんだんと風も強まるため、横殴りの雨にもお気をつけください。また6日木曜日も北海道や青森では天気が荒れる見込みです。備えは早めに準備しておきましょう。関東や東海は次第に天気が回復して日差しが戻ります。その分だけ各地気温が上昇し、半袖が快適な陽気になるところが多くなる見込みです。西日本も日差しの届くところが多くなります。太平洋側では半袖で過ごせる陽気ですが、日本海側では日差しがないと少し肌寒く感じられそうです。服装選びにお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。以上、全国のお天気でした。